ジョン・カーリーは、イギリスのバーミンガム出身の男性フィギュアスケート選手。1976年インスブルックオリンピック、男子シングル金メダリスト。1976年世界フィギュアスケート選手権、優勝。バレエのメソッドを取り入れた演技で、フィギュアスケートを、スポーツから、芸術へと昇華させ、そのエレガントなスタイルから、スケート界のヌレエフと評された。 7歳の頃スケートを始める。1970年全英選手権準優勝。1971年及び1973年から1976年全英選手権優勝。1974年アメリカに渡り、カルロファッシュとニュースターブルッシに支持。1975年世界選手権で銅メダル。翌1976年。 ヨーロッパ選手権とインスブルックオリンピック世界選手権で優勝参観という偉業を成し遂げた。同年、大英帝国勲章を受訓。その後はプロに転校。ツアーカンパニーを設立し、主役を務めながら、振付、衣装デザイン、芸術監督も兼任。イギリス・ロンドンのロイヤル・アルバート・ホール、アメリカ・ニューヨークのブロードウェイ。 同メトロポリタン歌劇場を含む世界各地でアイスショー公演を行い芸術としてのフィギュアスケート作品を数多く世に送り出した。カンパニーのメンバーとしてローリー・ニコル、リーアン・ミラーら多くのスケーターが参加した。また、サーケネス・マクミラン、トワイラ・サープ、ピーター・マーティンスなどダンス界のアーティストたちと共同した。1991年世界フィギュアスケート連動入り。 インスブルック五輪優勝直後、自らのセクシュアリティに関するオフレコの談話がセンセーショナルに報道され、予期せぬワウティングにさらされることとなった。1987年 HIV と診断され、1991年にエイズ発症。晩年、その病名とゲイであることをメディアに公表した。1994年4月15日エイズによる心臓発作のため死去。 44歳没。俳優のアラン・ベイツがその死を見取ったことを後に、電気で明かしている。ありがとうございます。